モアモア歌謡センターは日本放送で1981年5月2日から1991年6月30日まで土曜日の昼の時間帯で放送されていた公開放送形式のラジオ番組である。岡田やモアズの一社提供であり、当番組のタイトルもこれに由来している。神奈川県川崎市川崎区の川崎駅東口にある 川崎岡田やモアーズ内の特設ステージから毎週ゲストを迎え、主にゲストとのトークと歌で構成され、時々クイズ形式のコーナーを交えながらのトークもあった。同じく川崎岡田やモアーズ内からの中継だった高島秀武のマンモスカヨーワイド内の14時過ぎの内報コーナー飛び出せ歌謡リクエストから1981年5月より、 岡田やモアーズ一社提供枠を引き継いでスタートした番組である。最初、1981年5月2日から1983年5月28日までの間は土曜日10時14時30分放送のワイド番組、ちえちゃん、陳平の火曜ビッグサタデーの内報番組として放送。1983年6月4日から火曜ビッグサタデーの放送時間が、 土曜日8時12時に移動したのに伴い、本番組は同日より単独番組として放送。ゲストは毎回一組か二組で、歌手、アイドルタレントが中心だった。30分の枠ながら、基本的に毎週生放送で行われていた。歴代の司会者はすべて当時の日本放送の男性アナウンサー。ゲストとの打ち合わせには、川崎岡田やモアーズナイのレストランや、 喫茶店が使われていた。プロ野球のデーゲーム中継などの特別番組で、当番組が休止しても、収録自体は通常通り行われ、その模様はウィークエンド火曜スペシャルで放送された。あと番組は、引き続き川崎岡田やモアーズナイカレの放送で、ゲストを含めた出演者を主にお笑い芸人とした、モアモア爆笑新選組。 月刊ラジオマガジン1980年9月号、P51 月刊ラジオパラダイス1986年11月号、日本放送人気アナウンサー上柳雅彦の小走りライフの記事で、この模様が紹介されていた。ありがとうございます。